今日はね、結構ドボンやってましたね、私。夕方ぐらいから結構やってました。うん。で、なんかその動画のよ、あ、動画じゃない、対戦の様子を、なんだっけ、携帯の機能か何かを使って動画にね、残してくださってる方とか、すごい嬉しいです。ありがとうございます。 うん、でも、ドボンに夢中、ドボ、ドボン、<laughs> 夢中、てか、ゲームに夢中になっちゃうと、本当に夢中になっちゃって。<laughs> すいません、語彙いえっと、うん、あの、明日は、あの、メールちゃんと、今日はちょっと少なかったので、明日は、本命に送りたいと思いました。 <laughs> 今ドボン中断、え、やっててください, <laughs> いや。やってていいよ。なんか今、もねバトフェスやってくださったり、ドボンやってくださったり、ゆかるごしのチーム、ゆかるごしさんに皆さん、ちょっと、ね、ちょっと私もですけど、本当に感謝してますし。 なんかやっぱ、い、ね。私もそうですけど、やっぱプレイしないと、ポイントもやっぱ、ね。私もそうですけど、増えませんので。だから私もね、出る限り頑張ろうと。あくしゃみしそう。ういうはい。<laughs> やばい。い、一年ぶりくらいにくしゃみしました。 あいや <laughs> ちょっと止めた止めたようなくしゃみでしたけど <laughs> はい 今日は何をお話ししようかなみなぼるありがとうございます あそういえば、あのー、死別矯正のマウスピース、12番来ました、昨日で。12番目 ?15 番目まであって、15番目が、綺麗な、歯並びのマウスピースで、徐々にこう、形をね、1週間ごとにですけど、私は、ペース、変えてって、まあ、あと、 もうすぐで15番ということで。でもね、死列強制その15番終わっても、はってすぐ戻っちゃうらしくて、もうそこ、そのね、死列強制終わってからの補定期間っていうのが一番大事らしくて。だからね、ちょっと、まだ完成は全然、あと多分1年後くらいじゃないですかね。<laughs> うん。 えー、私立教室やったことある人いますこの中で。固定期間ってどれくらい長いですか人によるのかなやったことある人いるいないかな ないかうん。あ多分多分も同じタイミングなんですよね、私と。<laughs> あんまり、そうだから。うん みんなやってる、うん、みんなやってるうんでも将来というかやっぱ舞台とかねそのなんだろう滑舌とかやっぱあのー、そうですねあの <laughs>、うん 舞台っているときとかはもう外したりしますけど。まあ、マースピースなので私は。うん。私はもともと、なんか左の歯が移動してたんですよ。というか、なんかここがなんか、なんか、なんて言ったらいいんだろう。 ここの左側の顔が、もうここら辺がなんかポコってしてて、なんで左側だけこんな膨れてるんだろうみたいなのがきっかけで、おやらなずと思って、早瀬さ,さん行ったら、あこれ歯がもう移動してますね、みたいな。一番奥の歯がめちゃ高い位置に移動してて、もうここ、もう、なんだろう、歯、歯が並んでなくて一個だけ上にあるみたいな、うん、感じで、 移動してたんですよ。私は全然それ気づかなくて、えぇ、ー、みたいな。歯ってこんなに移動するのみたいな。多分、左向きで出てたからだと思うし、その圧みたいな、圧、なんだろう、その、重さねこんなに動くんだと。で私、ほんと、見た目は歯、歯な、何て言うんだろう、そこまで気にならなかったんですけど、やっぱこの奥の歯がすごい気になっちゃって、あと、顔見た感じとかもね、やっぱ顔、そう。 そう。親知らずかと思ったら親知らずじゃなくて、普通の自分の歯が、奥の歯がもう、めっちゃ上らへんにもうずれちゃってて。うん。だからそれをきっかけで矯正を始めましてね。今日、今年今年の2月か。うん。うん。で、今、 徐々にこう、奥の歯も元の、こうね、ちゃんと綺麗な歯並びになって、顔の輪郭も気にならなくなりました。うん 格変わったよ、ね、私 <laughs> うん自分でももうすっきりしてねここがすごい膨らんでなんかねポコってやっぱ奥の歯が影響してて歯だもねポコって出ててうんシュッとしたお嬉しいうんそう左右のバランスがよくなった気がしますそう左側がね ポコってなってててなやっぱ噛み合わせとかもそれで影響しちゃって左側だけ顔がポコって大きくなんかそうそれが自分ちょっと気になっててそれもちょっとあの治ってきたので良かったなっていう <laughs> のはありますね。うん そうかみ合わせて結構ね左右バランスうんうん最近は仰向け寝てるううん <laughs> マウ,スピうんマウスピースつけてるから別にそこまで気にせず寝てますね。うん、まあ今のタイミングというかでもまあ 舞台とかやる人は多分強制を来て結構難しいかなみたいななん,かなんて言ったらやっぱ声出すから使うしねなんか私でも将来のためにというか自分のなんかやっぱこう見,見た目もなそうだしやっぱこううんそうですね 無罪で噛んだらもう、うん。それはもう。そうですね。<laughs> 早く終わるように、私も。で、あのー、 最近は、あのー、自分の夢のために、あのー、ね、勉強も始めて <laughs>、私はすごく良い日々を遅れてるような気がします。うん。いろんな、そう、プライベートなんですけど。うん。ピンクのファイルあれ、 あれは、その、レッスンの人が、演技レッスンの人が、方が、先生が渡してくれたピンク <laughs> ファイル <laughs>。私、色指定してないです。はい。うん。 なんか先にいろいろそう準備してくらさまざまピンクでした。そう、あのファイルね。うん、通ってる。オンライン、オンライン調べたんですけど、今あんまりオンライン、オンライン終わっちゃったのがなんか結構でも、普通にでも再開してるとこ多かったですね。うん でも、うん、んかやっぱ勉強になるしすごいうん幸せ <laughs>、うん、ですねやっぱ舞台入れるにはやっぱこうでもどこかしら私もやっぱ力力力入っちゃうところがやっぱ多くてなんかそのやっぱ力の抜き方力。 いかに入らなないいかみたいなねそうなんかやっぱこうそのまず体の使い方から始めました始まりました <laughs> うんそうまああと、まあ、基本基礎的なあれですね呼吸の仕方とかまあそれもそうですし まあ柔軟ですよね。なんでこの行動をするときによりリアルに表現、なんだ自然にリアルにできるかどうかっていう,う。そう。私も結構やっぱ力入っちゃうから、やっぱそれが抜けたら本当に、ね、また違う自分が多分表現できると思うし、奥が深いですよね。 手の動き方もそうだけど歩き方もそうだしなんかそういうそうでもそこのレッスンのとこは本当に細かく教えてくださってるので、うん、これから頑張っていきたいなと思いました。うん なんかそう体の使い方なんかすぐこうじゃなくてこうなんか骨からなんだろうこの流れ流れっていうのかなこのちゃんと体の順番みたいなのもできたら本当にすごいよねっていう <laughs>、うん。そう。 ね、まだ一回。だからね。そう。頑張ります。うん。うん。 あと一番自分の出しやすい地声みたいなのもアイドルやってる時は結構高めなんですけど <laughs> 本当に自分が普通に出しやすい声は多分今これぐらいなんですよね多分、うん、このこのこの声の高さなんですよ <laughs> でも、まあ、もちろんテンション高いから声高くなるんですけど一番自分が出しやすい声っていうのも理解してそしたらちゃんと声がね響くっていうかうんだから 結構、まあ、ショールームが多分今一番普通に出しやすい声なのかもしれない <laughs>。うん。うん。なんだろうね。なんか <laughs>、うん。 から妹のと話してる時の声めっちゃ好きうん多分 <laughs> え嬉しいカップヘッドかなまた私そうですね小説もねちゃんと というか、たくさん読んで、自分の想像力につなげたいですね。小説って、本当に、その話の内容っていうかもう、動きもそうだけど、世界、なんかその表現がもうリアルに書かれてるじゃないですか。動きとか、こういうあの、そう。だからそれで自分の、 表現というか、つなげたいし、想像力。うん。漢字も読んだ、漢字読んでる <laughs> 読んできたし漢字の、漢字の小説読んどる <laughs> 漢字ドリル小学生からいや小学生 <laughs> もう <laughs> 絵本じゃないよでも漢字ドリルは家に大量にありますねファンの人からもらった漢字ドリル謎に多い漢字ドリル。うん 生きるもん読めるもん漢字それよりタオルくださいタオル <laughs> あのおオシャカンパニーさんのさなんだっけジャージ発売されたじゃない販売発売されたじゃないですかあのね写真用に私は写真を撮ったんですよあのなんかジャージでマネージャー風の写真 そしたらさ、ファン、私、あの、すごい素材のいいタオルを使ったんですよ。ハンカチ。あれがなんか掃除にしか見えないみたいなさ。めっちゃ言われて、凹んだんですよ、すごく。で私の家はほんてキャラクターのタオルが結構あって、なんかその写真撮るにもやっぱキャラクターのものは NG だったので、ハンカチしかなくって。で、それで、 家にある、もう素材のいいタオルを、ハンカチをね、ちっちゃいけど、そのハンカチを使ってこう、汗拭いてあげるよ、みたいなのを、取ったんですよ。そしたら、なんか掃除感あるみたいな。掃除じゃないんだって。<laughs> 汗拭いてあげてるのって思ったんですけど、すごいショックでしたね、あれは。 なタオルください <laughs> もう長いあのシンプルなもう何もキャラクターとかじゃないタオルが私は今とても欲しいなという,もうすっごいショックでしたまあ冗談なんですけどタオルは自分で買います、はい、もうさそれ結構ショックだったよね なんかめっちゃ読めない。自分の下の持ってますか持ってます。うん。うん。うん。 あとあれだ。ハロウィンのセルフ写真発売されるじゃないですか。私の写真見た見ました私もちょっとそれちょっとショッもうな、なんだろうっていうことが起きたんですよ。ちょっと、あーみたいな。ちょっと、自分で確認すればよかったって話なんですけど。なんかその、皆さんぜひゲットしてください。 見た見たえ、おうちの写真でしたっけ魔女のやつじゃない。多分、おうちの、おうちで撮影したやつ。あれ その、なんか、セーフプロデュースの写真あ、そう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 。かぼちゃ持ってたっけ家のやつ。え、かぼちゃん持ってた、撮ってたっけ撮ったか。記憶にないんですけど、あの、黒いたい焼き。あ、そう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 ,そう。 あのね、ほんとは、私、あれ、撮影したの2回目なんですよ。あの、今、多分発売されてるのが2回目の写真なんですよ。で、1回目の写真は、あの、黒いね、壁紙にハッピー、あじゃ、何言ハロウィン、みたいな。もうすごい、私頑張ったんですけど、なんかあの、写真のなんか詳細みたいな、ね、こういう感じで撮影してください、みたいなやつに、つけ耳は禁止です、みたいな。 書いてあって、私はあの、耳の、猫、猫耳のカチューシャをつけて、その1回目の時は撮影したんですよ。黒いね。そう。で、私は、それ撮影し終わって、付け耳付け耳かななんかそう、禁止みたいな赤文字で書かれてて,て、はぁ、で、それで、なんか <laughs>、 あとあうあのねその写真の締め切りぐらいの時にもう一回見直したあ禁止なんだって知ってで2回目今発売されてるそのね写真もねその耳外して撮って黒い壁紙とかも全部なしにして撮影したんです <laughs> でも今日その SNS 見たらメンバーつけてるしと思って <laughs> なんか自分の。 なんか自分確認すればよかったなと思って、この写真ありですかみたいな感じでマネージャーさんに聞けばよかった話なんですけど、でもなんかメンバーみんななんかつけてるちゃうみたいな。<laughs> もう私さ、そうちゃんと、でも赤文字で月耳禁止って書いてあったから、あ、禁止なんだと思って、ちょっと、どういうことや。<laughs> でも私はあダメなんだと思って赤文字を信じたんですよもう <laughs> 悔しい <laughs> うんうんだからすごい損しました <laughs> うんそう <laughs> いやー、ルール。いやー、ちょっと、それはね、でも、自分も、自分も最終的にね、その写真、猫耳の、そのね、カチューシャ、黒のね、猫耳ちゃんの <laughs> 写真を、マネージャーさんに提出すればよかったんですよ。これは大丈夫ですかみたいな。まあ、赤文字に。ああ、そうなんだと思って。 ちょっとショックだったんですけど、まあ、でも、あの、撮り直した写真もとてもよく撮れてると思うので、ぜひ皆さんゲットしてください。<laughs> はい。切れてない。<laughs> 切れてないけど、私は、撮り直したんです。その赤文字を見て。 <laughs> 最初知らなくて。一回目に撮影した時は、あ、月耳しようと思って猫をつけたんですけど、猫をつけて、撮影し終わって、よし、じゃあちょっと、最終的に確認しようと思って。付耳禁止です、てたいな。えぇーえてなって、二回目撮影して、外して撮影して、みたいな。もうなので、メールで送ります。メール送ります。 <laughs> 猫をつけたやつをメールで送りますあのー、私はあのー、<laughs> めっちゃへこむよってせっかくの写真あでも皆さんあのー 皆さんが写真をね、ゲットしてくださったら、私はきっとハピネスになれます。皆さん、あの、猫耳つけてないんですけど、あの、生写真ゲットしてください。<laughs> あの、モアメを見てください。公開さするはずだった写真を見てください。はい。はい。 いやー。なんかねそう、100円ショップ <laughs> とかであの、メール取ってくださって方わかるんですけど、その黒い壁紙にしようと思って、ハロウィンっぽくそう。だから、その材料っていうか、そのシールとかのメール送りましたよね。前、結構前なんですけど。 そうにゃーってうんうんそう黒い壁紙で撮ったものをあしのあしとかのメールで送りましたね いやー <laughs> いやーもうちょっと悲しいですね。悲しいけど、でも、きっといいことある。<laughs> もう、もう、なんか、うん。きっといいことある。逆にお得。そうだね 確かにファンの皆さんにいろんな私を見せ見ていただける機会うんね私は本当に信じちゃうから <laughs> 私は本当に信じちゃうからもうダメですね うん、というかちゃんと確認しないとで,ですね確認っていうか自分もちゃんとねメールで送ってこれは大丈夫ですかって送って OK ですって言われてたらね多分そのままだったんですけど自分もねちゃんとうん届けたいものをねちゃんとそうですよね確認すればよかったなと思うんですけどでも赤文字を信じました私はうーん難しい <laughs> うんどこがいいのか分かんないですけど 騙されないように気をつけてください。<laughs> はい。うん、そうなんだよね。うん。 昔からカエちゃう正しいことしてるって分かってるからえー、優しい <laughs> 優しいうんうんうんあでも今回のは 私が悪いですね。<laughs> 私が悪いです。はい。しょうがない。次からは、ちょ、赤文字スルーして挑戦してみる。そうそう。 私でもやっぱ確認することはやっぱ大事ですねはいということではいはい25歳の反抗期うん いや、わかんないっすよ。猫耳もだって、どこまでがいいのかわからな、かわからなくて、多分、メンバーでその写真が OK なのも、多分、あれなんじゃないですかあの、多分、キャラクターみたいな、多分、バレ、なんだろう、うその、元々あるキャラクターの多分、耳とかなんだろうね。多分、私、今思いました。うん。なんか、その元々あるキャラクターの付け耳 とかのことを言ってるのではないかなって思いました。多分 <laughs>。でもそういうことはあまり細かく書かれてなくて、そのキャラそのキャラクターのつけ耳とかじゃなくて、つけ耳は NG みたいな感じだったので、でもメンバーの写真を見る限りキャラクターのものではないし、あ、そういうことかなって自分で気づけたので、 うんなんかでも書き方、もう少し細かく書いてほしかったなっていう気持ちはあります。はい。<laughs> そう、キャラクターもの、その、付けは NG みたいなね。そうそう。そういうことだったんですよね。あや、ちょっとね、うん。まあ、次からはね。また次もし、 あの何だっけそういう撮影があった時は確認をしてえはい <laughs> いや切れてないんですよ本当に切れてないんですけど <laughs> 切れてないんですけどあのー これは何だろうっていうことを共有したかっただけです。怒 <laughs> るんじゃないんですよ。怒るんじゃないんですけど。いや、怒ってはないんですけど、そう。考えたら、 確かにキャラクターのものは確かにダメだなと思った。うん。うん。だから自分も、そうですね、そこをちゃんと、そこをちゃんと繋げられてたら、あそうだってなってたんですけどね。うん。ゆかるんさんを気に入れさせたら、<laughs> そうあでも私のね受け取り方もそうですしはい <laughs>、うん、こういう感情を表に出してくるようになったのファンとしては嬉しい <laughs> いやなんかいいんですかねなんかよくわからないです自分も。 でも、この気持ちをファンの人とこういう、あっ、こっちの別の方法もあるね、みたいな。なんかその、皆さんコメントでこう出してくださるので、私も自分の考え方じゃなくて、ファンの方のこう考え方もすごく、うん、わかる。うん。し、そう、嬉しいです、私も。えや、キてじゃないんです。<laughs> 切れてはないんですよ。本当に切れてはないんです。話し方が切れてるように見えるのかなでも切れてはないんですよ。本当に切れてはないんです。もうだって終わったことじゃないですか。終わったことうん。それでも、それに対して、だけど、ちょっと自分にその、やっぱ隠したくない気持ちができてきちゃって。 あのメールで送るので、楽しみにしててください。生写真ゲットしてください。お願いします。はい。メールの写真と比べてみてください。それが一番多分楽しいと思います。<laughs> はい。おすすめの五枚、五枚、四枚。おすすめのショット。あるので。はい。怒ってないんです。 で <laughs>、そう新しい楽しみ方。ウカルンウカルンファンを喜ばせようとしたから、そりゃ悔しいのが伝わる。そう悔しいかったですね。<laughs> うん、自分のさそのキャラクターものではないものだったらオッケーっていうその。 思考に行かなかったのも,も、ちょっと悔しいですね。うん。<laughs> そう、うん。悔しかったです。それは自分に悔しかったです。だからでも怒ってないんですよ、本当に。<laughs> もうな、何分話してるんだろう。も <laughs> うん、こうしてはないんですよ。 うん、笑いながら切れてる切れてないです嫌じゃないですいやいやいや怒ってないです まずだって自分の写真のことだから、自分に悔しいんです、本当に。<laughs> はい。もう本当それは、ないです。確認不足っていう話で終わりにしてください。はい。<laughs> はい このネタで盛り上げるって成長してるね、成長したのかな。わ、うん、かりませんが。あ、じゃ、あギフトをちょっと読ませていただきます。かぼちゃ、キャンディ、ええー、五番、番、回復。 えー、5番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 。5番。キャンディー、ハート。たこ焼き30個入りました。ありがとうございます。いただきます。えー、ハート。ありがとう。秋を感じるどんぐり。えー、金の、金のなんかあれと。えー、キャンディー。えー、秋を感じるどんぐり。そして、えー、ミラーボール。えー、キャンディー。秋を感じるどんぐり。キャンディー。かっこいいお、なんかすごい。なんかバトフェス感ある。 ありがとうございます。えー、秋を感じるどングリたくさん秋を感じるどングリ秋を感じるどングリ金のなんかあれ。えー、そしてキ、キャンディ、キャンディ。ありがとう。かわいい似合うかっこいいかわいい赤いバラ。ありがとうございます。かわいいかわいい。ハート。花束ありがとうございます。ハイト。ハート。尊いハイト。えー、金のなんかあれと、えー、拍手。 キャンディー、キャンディー、かわいい、キャンディー。あなたは、ありがとうございます。えー、秋を感じるどんぐり、ありがとうございます。えー、キャンディー、えー、HP、回復、と、尊い、たこ焼き3個、入りました。<laughs> ありがとうございます。あ、秋を感じるどんぐり、ありがとうございます。 <laughs> 入りやしたって言ってた入りましたって言ってた。<laughs> ダメだ待って私入りやしたのって言ってないですよ。嘘 <laughs>。そう <笑>,笑いが止まらんえっ私言ってないですよ「入りました」って言いましたよ「入りやした」って言ってた <laughs> うまい恥ずかしすぎる 行ってたかもしれない。わかんないです。<laughs> えー、えー。でもすごい楽しかったです。今のたこ焼きの下り、はい。 そんなことはどうでもいいですよね。<laughs> でも本当ありがとうございます。あのギフトありがとうございます。えー、秋を感じるロングリー秋を感じるロングリーキャンディーキャンディありがとうございます。秋を感じますね。本当に。 終わった後確認した方がいい <laughs> あ音符に、えー、キャンディありがとうございますグッドケーン赤いバラありがとうございますキャンディありがとうございます ニンテンドスイッチの、で、遊べる、二人で遊べる通信ゲームって何かありますかがフレンドになったら遊べるよみたいなゲームあったりしますか知ってますかあ、たこ焼き1個入りやしたありがとうございますあ、うまキャンディー、ありがとう。<laughs> 楽しいですね。<laughs> ああ、ダメだ。めっちゃ楽しい。面白い、これ。はあゆかるマジでタイプ。嬉しい 任天堂スイッチの話、すごいそれた。聞いたのに。誰も、ちょ待って、わかる方いますか詳しい方。 レオカート。モモテツモモテツっても今発売されてます？モモ来月。ええー、そっかああえどうしよう迷うえモモテツ十一月の何日だ？ まだわかんないえっ桃鉄22あ結構後半だ桃鉄楽しいですよねあれは遊び遊びなんだっけたくさんのゲームが入ったゲームあの あるじゃないですかあのゲームはフレンドとか遊べるんですかどうなんだろう教えて。知ってる人いる <laughs> 遊びー。あれって。 あれって遊べるのかな友達と。あそう、ひななとね。その、<laughs> うんそう。それちょっと確認したいなと思って、今ちょっとファンの皆さんに聞いてみました。はい。たこ焼き1個入りました <laughs> なんともう一つたこ焼き入りやした <laughs> さ,らさらにさらにさらにイラストでもう一丁たこ焼き入りやした <laughs> 毎度 <laughs>、はあ、ごめんなさいテンションおかしい ありがとうございます。すごい <laughs> お祭りですね。あフレンドと遊ぶあるあるってお嬉しいありがとうございます。何言ってるの謎謎だって <laughs> いやあ今ギフトのねお返事をしようと思うそうありがとうっていうそう。 ギフトのねその名前を呼んでたんですけどたこ焼きが多いですねあキャンディーありがとうございますあれああ <laughs> <laughs> 待って。 マジ <laughs> すごい。<laughs> たこ焼きが4つ追加で、ありがとうございます。ファンの皆さん一人一人ずつありがとうございます。いや、えー。<laughs> 4つでやってるよね <laughs>。<laughs> 追加でたこ焼き、あ、5個入りました <laughs> 入りやした。毎度、あ、あ、ま、ともう一つ、たこ焼き入りやした。<laughs> オーダーたこ焼き。いや、もう、もう大丈夫ですよ。たこ焼き。<laughs> 毎度、ありがとうございます。なんだこれ。 でも本当にあのあの本当にあの本当にありがとうございますなんですけど本当にあのもうすぐね配信も終わってしまうのであの本当にたこ焼きこんなにたくさんありがとうございますなんですけど <laughs> すごいこんなたこ焼き多すぎないねどうしたらいい <laughs> 作れちょっと いや本当に皆さんの気持ちは嬉しいんですけどあのもうね配信終わっちゃうんですよあと三分も経たないぐらいで <laughs> まあ数える数えるね一二三四五六七八九十十一。 19 <laughs> ラストオーダーたこ焼き19個入りました <laughs> 皆さん本当にありがとうございますもうあのたこ焼きはもうもうありがとうございますもう,もうラストオーダー <laughs> 毎度 なくなるのよもうありがとうございます皆さん <laughs> あでもねその前に、えー、秋を感じるどんぐり、えー、小判5番,小番金のなんかあれの、えー、小判と秋を感じるどんぐり秋を感じるどんぐりと溶けたアイスクリームと秋を感じるどんぐり秋を感じるどんぐりありがとうございます謎本当にありがとうございますこんなギリギリにね。<laughs> ありがとうございます。はい。本当に。かわいい。もう、もう今日はすごいテンション。あ、金のなんかあれ。ありがとうございます。<laughs> たこ焼き屋さんではないんですけど、でもたこ焼き屋さんみたいな感じでしたね、今日は。はい。楽しかったです。 はい。ギフトもコメントもたくさんありがとうございました。また明日配信できたらね、しようかなと思ってるので、またお待ちしています。はい。それではおやすみなさい。今日も楽しい時間ありがとうございました。はい。それではドボンで会いましょう。<laughs> バイバイ。おやすみなさい。バイバイ。おやすみなさい。